うっさもオガリンです。本日もペーパーマリオ RPG 続きやっていきたいと思います。今回はこちら右側のねエリアに行って鍵を2つ集めてこようというところですね。さあ行きましょう。まあいた臆病なのこんなことがほっといてええんかな。まあええか。ほんでこちら草とかいじるとなんかこれ元気のかけらみたいなやつね出んのよ。だこれもしっかり集めつつという感じですかね。よいしょ。全部いじるとなったらこれ大変やな。そんないじらんでいいか。あの星のかけらがどういう役割なんか知らんけど、まあそんないらんでしょう。うわなんかヤンキーおる。怖っ。マリオ陰キャなんで奥から行きます。よいしょ。あ怖い。やからばっかや。やからばっか。あパワーブロックナイス。砦の中に侵入。おえこれ敵じゃん。これ骸骨。おなんか喋れる。めっちゃ震えてんねんけどな、こいつ。おおおい、これ倒さなあかんの。あ、これ倒さなあかんな。あ、触れへんかった。難しいな、当てんの。じゃ今回まず物知りからいきましょうか。じゃあ待って、X。あ、違う違う。何してんの。おい、キノピオ倒してどうすんねん。あ、味方でもあれ出んの。マジか。キノピオ芝居てもうた。しんのすけて、お前。野原一家、こんなとこおったぞ。なんでこの見た目でどうしんのすけ。ごつい顔をした石の怪物よ。悪いけどあんまり好みのタイプじゃないわね。最大 HP は2で、攻撃力1。そして防御力が2。初めてですね、防御力。パワーブロックなんかのアイテムで攻撃するのがいいかもしれないわ。あ、だからさっきパワーブロック出たのか。なるほど。じゃあ使ってみましょう。すべての敵にダメージを与え、甲羅の敵をひっくり返す。よし、行ってみよう。パワーブロック。じゃあ、防御力とは。防御力関係なしです。ありがとうございます。あれかな、防御力無視かな、これは。てか、お前、クリスティーヌすでに奥におらんかった、今。今、明らかに柵の奥におったと思うんやけど。なあ、自分だけ行くのずるないか。はい。あ、え、これだけ？なんか特にダンジョンというわけではなかったですね。オッケー。さあ、あまたやまた門ある。うわめっちゃ怖いのいる。これ強いやろ。え、なんか必須アイテムとかさ手前あったんちゃうかな。まあいいか、行ってみるか。うわいやこれは強いで。待って待って、先制攻撃を仕掛けたい。逆やマリオ逆。これ何今度。じゃあもう一回見てみよう。物知り。トゲだるま。これはそのまんまやな。はい。トゲだるまよ。体中トゲだらけの石の怪物よ。まさにトゲだるま。うん。防御力4。炎の攻撃は効かない。ハンマーを使おうとしてうっかり近づくと大変。トゲが飛び出て刺されてしまうわよ。うわ、マジか。あとアイテムかしらね。もう肉らしいわ。となると俺1個買っといてよかったね、これパワーブロック。だからこれで倒せるんじゃない。防御力無視やと思うから。オッケー。いや買っといてよかったこれ。なかったら積んでたよなこれ。だってハンマーも無理やし、ってなるとパワーブロックしか無理やな。オッケー、どんどん積んでいくぜ。さあ再び平原出てきましたよ。アイテムしっかり取っていった方がいいよなこれ。ファイヤーフラワー。あ何これ。えお金要求すんねんけど。これ自動販売機ってことか。このブロックを叩くとマリオと仲間のハートポイントとフラワーポイントが回復されます。あーなるほど。まあ今回マックスやと思うんで、うん、いらんね。オッケー。てかなんかあれやね、ボスラッシュみたいな感じやね、このダンジョン。あ、どうすんや。何これ。寝てんのかな。あ、わわわ、何これ。地面揺れるんだけど。あ、目開いた。あ、久しぶりの客だ。このすっとんどりでに来たということは、太陽の鍵と月の鍵を手に入れに来たのだな。よくご存知で。もしそうなら俺様と勝負しろ。俺様に勝ったら、鍵のある場所に行かしてやろう。
お前が負けた時は恐ろしい目に遭わしてやる。本当に恐ろしいからな。さてさてどうする？何の勝負やろ。普通にバトルになんのかな。でも俺アイテムとかないっすさ。いけんのかな。もう逃げられんぞ。お、パズル。うわ、出ました皆さん。ムーチョでムーチョならぬ今回何ですか。おなじみの第65回ドキドキクイズ大会。なんもないの。ドッスンのデドッスンとかさ、なんかないの。はあ、こん時からあんねんな、このクイズ番組。5問正解です。 OK で、3問間違えたら災いが降りかかると。了解。この場所に隠されているものは何だ。ルイージルイージのパンツで隠す必要ないやろ。まあ太陽の影ちゃいます。はい、やった、ピンポーン、正解だ。問題が簡単だったようだな。そうはいかぬぞ。よし、次。第2問。花々村の店でキノコとファイヤーフラワーを買うと合わせていくらになる。うわ、むず。でも確かキノコが5でファイヤーフラワー8とかじゃなかった。いや違う、違うのか。55やったっけ。ファイヤーの方が高いと思うんやけど、5と7、それとも3と5かな、8かな。違うの。外れた愚か者め。3回間違うと恐ろしいことが起きるぞ。なんぼやってんやろ。キノコ5のフラワー7とかかな。花々村の村長の名前は何。何だっけ。残ったではない。亀之助。のこじろうは、臆病者ちゃう。亀三郎。そんな長くなかった気がする。亀之助。はい、間違う。誰やあいつ。誰や村長。クソ、めっちゃ笑うやん。やめてや。さあ次、ズバリスターストーンはどこにある。これは分かりやすいで、ゴンババ城。うん、オッケー。問題が簡単だったようだな。同じことしか言わん。頭が固い、意志だけに言うて。ありがとうございます。ゴロツキタウンからドラドラ平原まではどうやったら来ることができる。これは土管に入ることでね、来れましたからね。いや、飛行機で飛んでくるか。どっちやったっけ。どっちでもいい気がすんねんやろ。でも土管に入るかな。 OK、 危ない。正解だ。5問正解するまで終われへんのか。手のあるキャラクターはどれだ。ノコノコはある。ノコノコやな。これはイージー問題や。あざーす。さあ次、次はとびきり難しい問題にしてるから覚悟しろ。さあ何でも来い。7?7 やんな。花一揉めてないやろお前。名しかあって、門名しかあってへん。7。なんか逆センサーがちょっと古いのよな。オッケー、危ない。正解だ。これで5問正解、お前の勝ちだ。おお、帰ってきた。くそ、俺様が負けてしまうとは。仕方がない、道路が良いわ。地下に行けるんや。しかもゼンマイ式っていう。お前地下じゃなかった、土管やった。よし、行かしてもらいましょう。はい、地下でした。これ左も行けそうやね。うわ、ちょ待てよ。どっちから行くべきやこれ。右の様子も確認しておきたい。ハテナブロックある。次々ジャンプのバッジ。アクションコマンドをミスするまで敵を順番に攻撃できる。これ強ない。めっちゃ強い気すんねんけど。しかも1や。FP がいいのか。なるほど。普通のジャンプがそれに変わるわけではないのね。右も左もいけるな。まず右から、チョロポンやろう。はい。じゃあまずは物知りで見てもらいましょう。はい。ググ。チョロポン。どうにも読めないキャラクターだわ。いつも何を考えているのかしら。考えてないんちゃうかな。脳みそとかなさそうやし。
最大 HP は3。結構高いね。相手にひっついてから HP を吸い取って HP を回復する攻撃をしてくるわ。はあ、なるほど。了解。俺ガード下手くそやからな。できるかな。じゃあ、あれ、どれやったっけ？あれ、技ってどれ？これか。次々ジャンプやってみましょう。はい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 。あれ？あ、3回だけ？あ、どこ？ガードして。よし、ナイス。もう連打しとこ。連打でいい気がする。ほら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 。ほら。なんか、1回しか無理とかそういうわけでもないから、どのボタンかわからへんから、俺もう。A ボタン、Y ボタン、X ボタン全部押すわ。ほんで、どうしようかな。あ、これ何が起こるかな、やってみる？何が起こるかな、いきます。はい。はい、キノコ？違う。じゃあ、ファイヤーフラワー来い。何これ？ああ、毒キノコ。これ毒キノコじゃう？少しの間 HP が回復するぞ。あ、そうな。うわ、なんかいらんもん取ってしまうな。でも次々ジャンプ1しか入らへんから、ここはハンマーの方がいいかな？ワン、ツー、スリー、フォー。オッケー。あ、ルーレット来た。来い！あ、くそ。ナイス！オッケー。え、経験値少な。経験値めっちゃ少ないんやけど。3体倒して9。よいしょ。ちょっと効率悪いな、あいつ。はい。あ、こっち正解やな。来てよかった。え、太陽の鍵。あ、左右にある感じか。なるほど。そしてまたチョロボンが出てくる。4体多いな。ここはじゃあファイヤーフラワー行きますか。すべての敵を燃やして3ダメージやから、ぴったりや。よし。あ、俺何もせんでいい。ゆとりしようや。やった。おお、一瞬。ファイヤーフラワーいっぱい買っとこうかな。これ強いな。あ、レベルアップや、みんな。やった。表彰状。何これ。 HP 最大値が5増える。 FP が5。 BP の最大値が3。うわー、これどうしよう。 FP か BP どっちかやな。でも今んとこね、FP 使うのが2なんよ、それぞれの技が。だから奇数が良くないから10にしとくわ。体力はそこまでまだ必要ないかなって感じがする。 OK。 よし。じゃああとは反対側の月の鍵やな、取りに行きましょう。あれやな、快適に冒険するにはやっぱりレベル上げやなあかんな。俺体力が勝手に上がるもんや思うんだけどさ、FP っていうかバッチのやつも上がるってなると、これレベル上げやなあかん気するわ。でも攻撃力は上がらへんのよな。うん、その体力とかそのバラメーターだけやね。そしてもう一回こいつか。今回も4体。あ、なんか羊みたいなのおる。何あれ。ちょっと X。X どれ？これ。危な。なんか観客多いな。じゃあまあここをもうファイヤーフラワーで一掃しちゃいましょう。ブー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 。ちょっと経験値減ったかな。雑魚狩りは良くないらしい。あ、なに、みょんみょん。怪しいやつめ、我らの住処に入ってくるとは不届き千番。お仕置きをしてやるんだ、みょん。なんか色違うな。お、あ、またバトルや。あ、でも一体だけやで。じゃあまずは物知りいきますか。はい。え、ぐぐ、ゴールドチョロボ。結構珍しいわね。ちょっとレアキャラな感じ。最大 HP は10。はあ。どこに隠れても目立ってしょうがないんじゃないかしら。まあ確かに。じゃあ、まあ、FP 大量にあるんで、ガツンハンマーで、ガツガツやっていきましょう。OK。まあ次のターンで倒せるかな。あ、なかなかやるみょんだ、みょん。でもまだまだこれからだ、みょん。みんな出てくるんだ、みょーん。なになに、気持ち悪。気持ち悪い、なにこれ。
え、でも敵全体に3ダメージのさ、ファイヤーフラワーやろうぜ。あ、なになに、え、なになに、やめて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 、いて、ガードできひんねんけど俺。あ、ガードできるわ。え、お前も来んの、危な。え、これどうしたらいいの俺。え、20? 20って何、集団チョロボ。じゃ、これも見てみるか。じゃ、見てる余裕あんまない気がすんねんけど俺。とにかくものすごい数のチョロボンね。クリスティーヌもびっくり。最大 HP は20。襲ってくるときは連続で飛びかかってくるから、タイミングよくガードしてね。それより集団チョロボンを操ってるあいつを倒した方が早いかもしれないわ。なるほど。じゃあ今回無視して。あれでも俺右行けへんねんけど。あれ、あれ右のやつ無理やねんけど。なんで、ジャンプの方がいいかな。あ、ジャンプやったらほら両方いけるわ。でもここはあえてのファイヤーフラワー行く。ファイヤーフラワー行ってみよう。いけ。おお、お前チョロボン体力3やねんからやられとけ。やばい、ここ、ここ、はいはい、オッケー、4回分か。ここ、うわ、いいね、上手くなってきたね俺。いいよいいよ。そしてここで、あ、奥行ける。ナイス。見えへん見えへんねん、もう。オッケー、いけるいける。いやー。よし、倒した。おう !20! めっちゃもらえる。良いね、良いね。美味しいね。やられたんだ、みょーん。べん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 。バイバーイ。あ、これだけ？あ、もうおらへん。みんな手前に隠れたね。キノコ4円か4は思い浮かばへんかったな。絶対なんかさ、5とかさ、その綺麗な数字で来ると思った。ほんで、ファイヤーフラワー8やから、12が正解やったんか。てか、ファイヤー高いな。ファイヤー高くね？じゃ、1個だけ買っとこう。宿屋も寄りたいんやけど、マジ金がねえのよな。勇者やねんから、ただで止めてや。なんで勇者から金取んねん。商売すんな。世界すごうとしてねえから。よっしゃ、クリスティーヌ一緒に寝ようか。オッケー。じゃあ今日は、あ？あの、あ、だだ、ノコジロウじゃん。ノコジロウやったっけ。やっぱりあなたに僕の話を聞いてほしくて、ここで待ってたんです。僕のお願いを聞いてもらえますか？なんや、どうした？ほな、鼻に絆創膏貼って。その、あのですね、僕を一緒にゴンババ大帝に連れてってください。お？はあ、君みたいな臆病者がどうして？迷惑なんだけど、やめてもらえるかな？僕のお父さん、昔ゴンババを倒しに行ったんです。うわ、マジか。でもそのまま帰ってこなくって。どうしようかな。もう死んだんじゃない？お父さん。もう死んだと思うな、マリオ。死んだと思うよ。諦めなよ。だからってお父さんの仇を討とうって言うんじゃないんです。いや、そういう気持ちをちょっとあるんですが。それよりもみんなのために、ゴンババを倒しに行ったという、お父さんの思いを僕が受け継ぎたいんです。なるほどね。君も死にたいってこと？僕、いつもみんなから弱虫って言われてるんです。でも、もしゴンババを倒すことができたら、お父さんのように強くなれる気がするんです。ん？お父さんゴンババ倒してないと思うんやけど。勝手に倒したことにすんのやめてくれる？お父さんゴンババに負けてるんやわ。死んでるんやわ、お父さん。危険なことは分かっているんですが、連れて行ってほしいんです。お願いします。ダメだ。君は記者だ、ならん。やっぱりダメだ。そうですか。でも僕は諦めません。もう諦めないって決めたから。だからもし気が変わったら声をかけてください。はあ、なるほど。スルーできんのかな？あ、スルーできるな。いや、でも多分連れて行かない、話進まへんから。連れて行くわ。あ、初めて笑うた。やった。ん？あ、仲間になったやって。マジか。じゃあ3回攻撃になるんじゃん、俺ら。強い強い。ノコ太郎の説明。X を押すと甲羅ごと飛んでいって、遠くにあるアイテムなどを取ったり、スイッチを押したりできるぞ。あ、フィールド、なんか、いるん、それ。
謎解きに使うんや、お前。マジか。あ、いりそう、これ。絶対ゴンババ城で使うやん。飛ばした後に押したままでいると、ホールドすることもできる。おお。ホールドした後離すと、後ろへアタックするぞ。え、それいる。左に向かって蹴ったらええんちゃうん。ノコ太郎をホールドしたままマリオを移動させると離れた場所からスイッチを押すことができる。なるほど、そういうことか。これで移動してこう。はあ、なるほどね。いや難しいこれ。バトルでは敵を甲羅で体当たりして攻撃する甲羅アタック。あ、地上にいる全ての敵を一度に攻撃できる。これは強いでしょ。スタートボタンで仲間から選ぼう。でも俺クリスティーヌがいいんやけど。なんでお前みたいな陰キャを連れて歩かなあかんねん。マリオの株が落ちるわ。マリオ陽キャやぞ。なめんなよ。あ、あれは、ガールフレンドじゃないか。かわいいね。残り、今の話を聞いてたの？ノコ太郎、あなた、本当に退治に行くつもり？そんな、嘘でしょ？あなたはクズでのろまな亀なのよ。え、お前ほんまに彼女？めっちゃ悪口言うやん。ほんまに好きな、お前。実はめっちゃこいつ財力すごいとかさ、社長の息子とかそういうんじゃないの。強くなんてならなくてもいいのよ。無理して危険なところに行かなくたって。弱虫でも泣き虫でも、いじけ虫でもいいじゃない。弱虫とは言われるけどな、泣き虫でもいじけ虫でも言われてないんやわ、こっち。勝手に増やすなや。カメムシも増やしてきたぞ、お前。それ違う虫になってしまうるわ。臭いって意味か、おい。俺臭いんか。俺ちゃうわ、ノコ太郎が臭いんや。あ、ノコ太郎か、お前。ノコジロって誰や。それに大丈夫さ、ノコリン。なんだってマリオさんが一緒にいて。ノコ太郎のバカー、いた。いや、とばっちりやねんけど。チワゲンか。ああ帰ってきた。ノコリン、ごめん。僕きっと強くなって戻ってくるから。ではマリオさん行きましょう、ゴンババ城へ。おいイエー、おいイエー。どこやったっけ。お前嫌やわ、おしろおんの。不快やわ、俺。ちょ、変えよう。クリスティーヌ。あ、いい、クリスティーヌ。いいね、クリスティーヌ。かわいい。今日かわいいね、クリスティーヌ。その、左の刃がかわいいね。よし。じゃあ今日は太陽の石はめて、ゴンババ城行く前ぐらいまでやろうかな。まあ多分セーブポイントあると思うんで、そこがちょうどいいかなという感じですね。よいしょ。ここですね。はい。太陽の鍵。そして、月の鍵。おう。あ、なんか呪文みたいなのできた。何これ。かの恐ろしきゴンババ城へ続く道なり。二つのスイッチを二つの力で同時に押すべし。追伸。ノコノコなら大ラッキー。ノコノコたちに伝わるホールド技を使えば楽々クリア。書くなよ。呪文、古代の呪文にそんなこと書くなよ。じゃあノコノコを使わないとダメと。いやー、いややわ。ほんで、まずここで、ホールドして、はい、はい。こうかな。画面外でもいけるんやな、ノコノコ。すごいな。おー、出た出た。いざ、ゴンババ城へ侵入。やー。うわー、来た。セーブポイントないんやけど。あった。これは？お！回復ができますよ、ポイントか。左は出れそうになくて、ちょっと回復高いんやけど。なんで？割高やん。あ、しかも右も行けそうやな、これ。まあ、今日はセーブして、これで終わりたいと思います。というわけで次回は、ゴンババ城のボスを倒すあたりまでね、やれたらと思います。というわけでまた次回、お疲れ様でした。バイバイ。